今回は配当所得の論点についてお話ししたいと思います配当所得には株式投資をして配当金を受け取った時の儲けなどが当てはまります所得の金額は収入から必要経費を引いて求めることができますが受け取った配当金などの金額が収入金額になって基本的にはこれがそのまま所得の金額になります ただし借金をして株式などを買っている場合はその借金にかかる利子は配当金を受け取るための必要経費であると考えられますから配当所得の金額は収入金額から株式などを取得するための借入金の利子を引いたものとなります。次は配当所所得得のの課税税方法について所得税の体系図で確認しますと 配当所得は他の所得と合算して総所得金額になっていますから総合課税されることがわかりますただ配当所得は原則として総合課税されますが特別に申告分離課税を選択したり申告不要制度を利用することもできます申告分離課税を選択すると他の所得と混ぜられずに別枠で課税されますまた 申告不要制度を利用すると税金が源泉徴収されて所得がなかったことになりますつまり配当所得は3つの課税方法から一番有利なものを選ぶことができますではどのように課税方法を選べばいいのかということを簡単に説明したいと思いますまず相応課税を選択すると 他の所得と合算して、超過累進税率が適用されます。そうすると、他の所得の金額が少なければ、所得税と住民税が合わせて15%かかります。ですが、他の所得の金額が多ければ、所得税と住民税が合わせて55%かかることもあります。なので、他の所得が多ければ、申告扶養制度を利用すると、 定率20%の税金が徴収されて課税関係が終了しますから便利でお得ですでまたこの時申告扶養制度を利用せずに申告分離課税を選択する方法もあります申告分離課税を選択すると申告扶養制度を利用した時と比べて税率は同じでわざわざ確定申告をする手間がありますが 株式を売って損損した金額とと益通算すすることができますなので例えば株を売って10万円損して配当金を10万円受け取った場合申告扶養制度を利用すれば配当金に20%の税金がかかりますが申告分離課税を選択すると株の損と配当の利益が通算されて 配当の利益がゼロにななりますすから税金はかからら税金はいいという仕組みです余談ですが総合課税や申告分離課税を選択すると国に収入があることがバレてしまいますから不要の判定で不利になりますなので配当金の課税方法を選択する際には慎重に判断しなくてはいけませんただし 実際に株式の取引をする際には特定口座を開設するのが一般的で特定口座を開設すれば初期設定で申告不要と申告分離課税が同時に選ばれていて両者のいいとこ取りをすることができます。つまり不要の判定で不利になることなく株式などの損失と損益通算することができますから実務上は 初期設定のまま確定申告をしないか確定申告をして総合課税を選ぶかのどちらかを選択することになりますここで申告不要制度を利用するとき、いくらまで申告不要とすることができるかを確認しておきたいと思いますまず基本的に上場株式などの配当はその金額にかかわらず申告不要とすることができます また上昇していない会社の株式の配当金は1回の支払額が10万円かける配当計算期間の月数 ÷12 以下である場合申告不要とすることができますイメージとしては年間10万円まで申告不要にすることができるという感じで半年ごとに支払われる配当金なら5万円まで四半期ごとに支払われる配当金なら 25,000万5千円まで申告不要にできるということです次は申告分離課税制度について上場株式などの配当などは基本的に申告分離課税制度の対象となって上場株式などの譲渡損失と損益通算することができます株式の売却損だけでなく債券の売却損とも通算することができるんですが 詳しくはまたおいおい説明したいと思いますそれでは最後に配当所得の課税方法とメリットなどをまとめて整理しておこうと思いますテキストや画面にある表はおいおい学習する論点も含んでいますが今のところは株式などの譲渡損失と損益通算することができるのは 申告分離課税を選択した配当金に限られるということだけ覚えておいてください。余裕があれば総合課税を選んだ場合のみ配当控除という制度の適用を受けることができるということも頭の片隅に置いておいていただければと思います。配当控除は所得税のののの論点の最後の方でで出てててききままますすからその時まできちんとと復習しておいていただけますと 理解がスムーズに進むと思いますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました